折り紙？あなた誰？五日指導って、もしかして。ったく、あの子ったら彼氏の家に端末置きっぱなしにしていくなんて。折り紙が陸自所属ってことは知ってるのね。ああ、別に構わないわよ。あの子が承知してるなら。私は日下部涼子、飛び市折り紙一層の上官にあたるわ。まあ、あまり気にしないでちょうだい。いや、いろいろあってね。ちょっと話をしようと思ったんだけど。ああ、悪いわね。ありがとう、五日くん。こんなこと私が言うのもあれなんだけどさ、折り紙とこれからも仲良くしてやってちょうだい。不愛想で融通が効かないけど優しい子よ。ありがとう。あ、それから私と話したことは折り紙には内緒にしておいてくれる？それじゃあ私はこれで。またね。